はい、どうもこんにちは。では共通テスト対策物理基礎ということで第2回ですね。めでたく第2回です。おめでとうございます。はい、ではやっていきましょう。過去問をね中心にねやっていきたいなと思います。今日もね、電気、抵抗のところをね、ちょっと中心にやっていって、まあ、復習という形でやっていきたいなということで、この問題選ばさせていただきました。問題はこんな感じですね。大丈夫ですかね。よろしいでしょうか。はい、まずはですね、縦軸が電流、横軸が電圧の、関係がグラフで与えられていて、そこからですね、この金属が何でできているのかっていうのを調べてあげましょうということで、抵抗率が与えられているんですね。で、一応公式の確認ですね、抵抗率を使って電気抵抗 R をね、与えることができたんですけども、電気抵抗っていうのは長さに比例しましたね。そして断面積に反比例しました。なのでその時の比例定数が抵抗率と呼ばれてローで表すんでしたね。なので電気抵抗は長さ L に比例して断面積 S に反比例するということでしたね。比例定数がローでした。あとはオームの法則を使ってやっていくだけですね。はい、ではグラフの1点見ていきましょう。グラフの1点見てあげると、電圧が 0.40V で電流が 1.0A ですから、ここから抵抗値が出てきますよと。で、先ほど言った抵抗率っていうのがどういったものなのかっていう式ですね、それを使って表してあげると、 R が今さっき求めた値、長さと断面積はそれぞれ与えられてますから、代入してあげることによって抵抗率 ρ っていうのが出てきますよということでしたね。はい、抵抗率の単位もね、オームメーターですね。率だけども、マイとかじゃなくて、オームメーターでしたね。なんかそこ注意しておいてくださいね。よろしくお願いします。はい、では2つ目見ていきましょう。2つ目は、前半と後半でね、分かれているんですけども、1つは何かっていうと、もう1つグラフが与えられたんですよね。こんな感じでしたね。なので、そのグラフからまた、過去1番と同じようにしてあげてですね、電圧の値 0.40、ボルトと、そして電流の値 0.50A が分かってますから、抵抗率、すみません、電気抵抗の値が計算できますよと。じゃあ電気抵抗の値がさっきの2倍になってるんですよね。じゃあ2倍になってて断面積が変わらないっていうふうに与えられてますから、じゃあ長さが何倍かっていうと、もちろん2倍になってますよねということでしょうね。もし長さが変わってなくて断面積だけが変わってるんだったらば、抵抗が2倍になるためには断面積が半分になってないといけないんですね。いろんな問題に対応できるようにしといてくださいね。はい、で後半の問題ですね。後半の問題はこの2つの電気抵抗ですね、2つの電気抵抗を並列につないであげましょうと。並列につないであげたグラフっていうのはこの中のどれと等しいですかという問題なんですね。まあ一般的な解法で考えてあげると、合成抵抗を考えてあげるっていうのが一番思いつくかなと思います。はい、0.40 と 0.80 の合成抵抗、今回は並列にっていうふうに言っていますから、逆数取って足し算してあげて、それをもう一回逆数取ればいいんですね。はい、これ計算してあげると15分の4オームという値になってます。もう分数のままにしてます。でグラフのね、どっか適当な値を与えていきたいんですけども、オームの法則でですね代入していきたいんですけど、例えばグラフの中で電流の値が 1.5A だとしましょうと。1.5A の時、これ計算しましょうね。1.5×15分の4 ですから、ちょっと 4÷10 の形になりますから、0.4V になるんですよね。なので、この並列にしたものっていうのは、電流の値を 1.5A にした時に 0.4V になってますよ、ということから、グラフの中からですね、適切なものを選べばいいということなんですね。はい。まあ、これがね、よく思いつく内容ということですね。はい、なので、括弧1番の正解が丸1、括弧2後半が丸7となってますということでした。はい、では、この合成抵抗を使わない方法っていうのもありますから、それをちょっとね、今回ちょっと見ていきたいな、解説していきたいなと思います。はい、それでは今回は、合成抵抗を一切使わずにですね、グラフからそのまま計算していくっていう方法で見ていきたいなと思います。で、今回、並列なんですよね。並列の場合っていうのは、電流が等しいんでしたっけ？それとも電圧が等しいんでしたっけ？どっちでした？はい、電圧でしたね。なので抵抗 A と抵抗 B を2つ並列につないであげた場合ですね、並列につないでますから電圧の値が一緒になるんですよね。なので例えばここの値にしてあげましょう。ここにしましょうか。ちょうどここが 0.40V かな。 0.4V A と B にかかっているとしましょうと。じゃあこの時に流れている電流っていうのは、 B はここの値ですよね。そして A はここの値になってるんですね。それぞれが 1.0 と 0.5 になっています。じゃあ、この時、電流いくら流れてますか、合計で。イメージしてほしいものは何かっていうと、
抵抗が2つあるんですよ、そして並列につながれてるんですよっていう話なんですよね。で、並列で両方とも電圧が一緒になっていて、ここが 0.4V になっていますよと。じゃあ A の方には 1A 流れてるんですよね。 1A 流れてます。 B の方にはこれいくら流れてるかというと 0.5A 流れていますよということなんですよね。で、問題はこの抵抗を一つの抵抗とみなしてあげて、この一つの抵抗に流れる電流を聞いてるわけですから、求めたいのはどこかっていうと、ここですよね。合計で流れている電流になってますから、1たす 0.5 の 1.5A になっていますよということなんですよね。なのでグラフ使って考えてあげると、 0.4V かけた時には電流の値は 1.0 たす 0.5 だから 1.5A 流れてますよねっていうことなんですよね。じゃあもう計算する必要ないですよね。ここを通るのって一つしかないですよね。 A しかなかったですよね。なので正解が A になりますよということなんです。はい、それではじゃあ続いてですね、今回はここで並列だったのでこれでおしまいなんだけども、まあ、もちろんこれだとね応用が効かないわけですからね、次直列出た時どうなんのって話ですからね、まあ、もちろん合成抵抗を使ってくれてもいいんですけども、グラフ使って考えることもできますから、はい、では A と B が直列につながれた場合のグラフは A、B、C の中のどれか、もしなかったら自分で選んで、自分で書いてみてください。はい、どうぞやってみてください。はい、いけましたか？大丈夫ですか？最初の条件としてはさっき何だったかっていうと、並列だから電圧が一緒だ、だからある電圧をかけた時の電流を調べてあげましょうということだったんですね。今回は直列だから電流の値が一緒なんですよね。電流の値が一緒だからある電流をかけてあげましょうと、流してあげましょうと、まあ、今回 0.5A にしておきましょうか。じゃあ 0.5A 流してあげた時に、金属線 A にかかってる電圧はいくらになってるかというと、ここ 0.2 ですよね。同じく金属線 B にかかってる電圧は 0.5A 流してますから 0.4V ですね。で、やっていくのは何かというと、この2つの抵抗を1つの抵抗とみなした時にかかる電圧ということですからね。なので 0.6V かかってますよねということですね。なので 0.5A 流した時には 0.6V かかっていると。なので 0.5A 流した時にはこれ足すこれでちょうど 0.6V かかっていますよということですよね。よろしいですか？なので並列の場合はこの縦に足してあげる、電圧が一緒ですからね。そして直列の場合は電流が一緒ですから、これ横に足してあげるということをしてあげたらいいんですよね。まあ、もちろんね、縦軸が I の時に、縦軸が I で横軸が V の時に限りますけどね。なので電圧は並列だったら電圧が一緒だから、直列だったら電流が一緒だからっていう風なことで考えてやっていきましょうということですね。はい、じゃあグラフ書いていきます。はい、よろしいですかね。こんな感じですかね。なので並列になっても直列になってもしっかりとねできるようにしてください。グラフのね考え方がわからない人は合成抵抗使ってくれていいですかね。で、合成抵抗から抵抗値求めて、抵抗値がその値になるようなグラフを選べばいいだけですから、別にそれを使ってやってくれてもいいです。あのね、時間は余ると思いますからね、この2通りの方法でね計算して結果的に合ってたら、両方とも同じ答えになってたら絶対正解してるっていうね自信につながりますから、こういう何通りもね解き方知っておくってことは、あの回答時の自信にもつながっていきますからね。回答時に自信がつくと、あの自信を持ってね、あ、点数必ずスコアできてるっていうね自信がつきますから、結構ね気持ち的に楽になりますからね、ぜひこういうことできるようになってほしいなと思います。はい、では2つ目の問題いきましょう。はい、では後半の問題やっていきましょう。2つ目の問題ですね。今回もセンター試験でね、過去に出た問題にはなってくるんですけども、変圧器の問題ですね。変圧器と送電線の仕組みについての問題です。で、ちょっとね復習しっかりしていきましょう。変圧線っていうのはこんなものでしたね。交流電源を発生させる、いわゆる発電所があってですね、でぐる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 巻いてあげるんですね。何に巻いてるかというと、鉄芯に巻いてあげるんですね。鉄芯にコイルみたいにくる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 って巻いてあげて、で反対側でも同じようにくる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 巻いてあげてっていうことなんですよね。で、ここでいわゆる電磁誘導っていう現象が起こってですね、こっちにも磁石的な変化ですね、磁場の変化が生じることによって電流が流れる、電磁誘導っていう現象が起こって電流が流れるということだったんですね。で、このコイル2つにかかっている電圧の比ですね、 V1 対V2 っていうのが巻き数に比例するっていうことと、あとはね電力をね消費せずにそのまま電力がエネルギーが移り変わっていくっていうことからですね、
このコイルに生じている電力っていうのが I1V1 ですね。ここのコイルに生じている電力っていうのが I2V2 ですね。でもそれらが等しくなってますよと。ここからここに電力がそのままね、伝わってというふうに解釈してくれたら十分です。はい、今回はこの2つを使って解いていきましょうということですね。で、問題はこんな感じですね。いいですかね。はい、では括弧1番から見ていきましょう。括弧1番はもう単純な1つ目の式ですね。使ってあげるだけですね。一次コイル側の電圧を 6600V、V1 が 6600 ですね、V2 が100。じゃあ巻き数の比はいくらですかということで、もう代入しただけですね。なので N1 対 N2 というのは66対1、答え6番になりますよということでした。はい、では2つ目いきましょう。2つ目は送電の電圧を10倍に仕上げたときに、この送電線で消費される電力は何倍になりますかということなんですけども、イメージが湧いてないと、送電の仕組みのイメージが分かってないとできないですから、ちょっとそこを最初に説明させてもらいますね。まず発電所があって、送電線があって、で、家庭で電力が消費されるということなんですね。で、家庭で電力が消費されるだけじゃなくて、送電線ってめちゃくちゃ長いですよね。発電所が近所にある人ってなかなか全国的には少ないとは思うんですけど、遠いところですね、海の近くとかで発電されて、それがいろんな都市部に送られてくる、山間部とかいろんなところに送られてきますから、送電線ってのはめちゃくちゃ長いんですよね。なのでできるだけ抵抗値は小さいものにしようとはするんだけども、抵抗は長さに比例しましたからね、やっぱりある程度の抵抗はあるんですよということなんですね。なのでこの抵抗でジュール熱が発生しますから、電力を消費していくということなんですね。なのでここで100のエネルギーを生み出したところでですね、家庭で全て100消費されるかというとそうではなくて、そのうちの10とか20とかはロスしちゃうということなんですね。はい、そのロスを少なくする方法っていうのを考えていきましょうということなんですね。で、送電電圧っていうのはこの図で言うと V2、こっちの方です。これを10倍にしましたよということなんですね。はい、それでエネルギーの関係式ですね。I1、V1 が I2、V2 と等しくなってますよということなんですね。なので、もともと V2、そして電流が I2 流れた時なんですけども、もちろんそれは I1V1 と I2V2 が等しくなってますよと。で、今回はこの送電電圧 V2 の方を10倍にしてあげたということなんですね。なので10倍にしてあげた時も、結局は I1V1 と同じ値。で、I1V1 というのは I2V2 と同じ値だったから、結局こういう関係式が出てくるんですね。じゃあ、この時の電流の値はどうなってるかというと、電圧が10倍にしても、電圧は10倍にしたとしても掛け算は一定になっているということですから、電流の値は10分の1倍になってますよということなんですね。はい、前半はまあ公式さえしっかり覚えてたら、分かっていたら簡単だったでしょうと。じゃあ電流が10分の1倍になった時にですね、ここで消費される電力が何倍になっているかということなんですけども、消費される電力の公式っていうのは3通りの表し方があったんですね。 IV、I2乗R、R分の V の2乗、この3つのパターンがあったんです。で、この3つのパターンで、今の知識を使って考えてあげると、電流が10分の1倍になって、電圧が10倍になってるんですよね。ということは、10倍と10分の1倍考えてあげたら、この式使ってあげたら1倍やんかって話なんですね。もうちょっと行きましょうか。真ん中の式使ってあげたら、電流が10倍になってますから、ごめんなさい、電流が10分の1倍になってますから、10分の1倍の2乗ですから、100分の1倍になってるんですね。はい、次、最後行きましょうか。最後、電圧が10倍になってますから、最後の式使ってあげると、電力損失が100倍になってるんですね。どれ使えばいいんかって話なんですね。だからちょっと最初から見ていきたいと思います。まず最初に言った IV の方なんですけども、この V っていうのはどこの電力損失を考えてるかっていうと、この抵抗の電力を考えてるんですよね。なので抵抗で消費される電力を見ていくためには、分からなきゃいけないのは抵抗にかかってる電圧なんですよね。 V2 ってのは何かというと、このコイルの電圧であって抵抗にかかってる電圧ではないんですよね。例えばこの問題ですよ。この問題で考えてあげたら、コイルと抵抗が一つ一つしかないわけですから、コイルの電圧と抵抗の電圧ってのは等しくなってますから、それは同じ電圧使っちゃえばいいよねっていう話なんですけども、今回はコイル2つありますよ。この回路で考えてあげると、コイル2つありますからね。しかもこのコイルの電圧って分かってないわけですよね。いいですか。なので、この電圧とこの電圧とこの電圧でまず関係式ができるのに、このコイルの電圧が分からないから、この抵抗の電圧なんか分かるはずがないんですよね。なので IV って考えた時には、これ V は抵抗の電圧だから、抵抗の電圧なんか分からんやんか、じゃあダメよねって話なんですよね。
なので3つ目ももうダメですね。 R 分の V の2乗はコイルの電圧が分かっているだけで、抵抗の電圧なんか何一つ分かってないですからね。なので消去法で考えても一つしか残ってこないわけなんです。よろしいですか。なので今回分かったのはたまたまですけどね、コイルに流れてる電流 I2 っていうのが抵抗に流れる電流と等しくなってるわけですね。なので抵抗に流れる電流だけが分かってるから I2 乗 R を使っていきましょうと。じゃあ電流が10分の1倍になってて2乗してますから100分の1倍になるということなんですよね。結構ねこれ難しいですよね。なのでこの IV とか I2 乗 R とか R 分の V の2乗っていうのは一体誰の電力を求めてるのかっていうことをしっかりと分かってないとダメですよね。意識しないとダメですよね。今回は抵抗の電圧、抵抗の電流から求めていきたいわけですから、いや抵抗の電圧分からんから I2 乗 R にしとこうという話なんですよね。いいですか。すっごいシンプルでしょ。やってることは言ってることすごい分かりやすいですよね。分かりますよね。なのでそういったことを普段から意識してですね、一体誰の何を求めているのかってことを意識しながら、じゃあこの文字式使っていきましょうということをね、やってくれたらいいかなと思います。はい、よろしかったでしょうか。勉強になったでしょうか。またね、次電気進んでいこうと思いますので、しっかりとね復習の機会、たくさん作っていってくれたらなと思います。はい、それではさようなら。またお会いしましょう。